皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。はい、今回ですね、パングッドさんの粘土を紹介していきたいと思います。今回はスクイズではなく粘土です。でね、その粘土の色がめっちゃ可愛いので早速紹介していきます。まず最初にこちらのすんごいね、いろんな色の粘土が入ってます。で、お値段1093円です。では紹介していきます。口癖なんですよ、なんかバングッドさんの紹介するとき、次になんか紹介していきます言わないとみたいな中に入ってるのが、あ、結構入ってます。まずこの濃いピンクと、なんだこれ、なんか深緑、超深緑と、これは蛍光色のオレンジ、蛍光色のオレンジをちょっと濃くしたオレンジ。ただココアっぽい色だね、ココアっぽい色。オンヒホオンヒホ、まず紫っぽいピンクっぽい粘土と、なんかからし、からし、でもネズミ色っぽい黒っぽい粘土で、道路っぽい色だよね。で、これはもうザ蛍光色のオレンジで、これは真っ黒で、黄緑、これ何緑って言うんだっけ、こういうの、緑に緑と、このあの作るあのナイフ、ナイフというか、あのこのね、あるじゃん、こういうのヘラみたいなものが3つ入ってます。で、あとはなんか説明書みたいな、こういう作り方もありますよーっていうのも入ってますね。あ、羊さんとか作れる。はい、じゃ早速ちょっと何かを作っていきましょう。バラでも作っとくか。じゃあこのピンクちょっと使います。なんか空気入ってパチパチ言ってる。粘土の硬さは普通です、本当に柔らかい、柔らかいっていうかちょっと硬めかな、けどすごく伸びます。あれさ、バラの作り方はなんだっけ、どうやんだっけ、ちょっとバラ作りますね。です。バラ。あ、結構色綺麗じゃん。で、あの茎作りましょう。茎。なんかさ、久しぶりに粘土遊びした。あー、ふにょふにょになっちゃった。なんでユーポがバラを作ったのかわかんない。でもさ、こう持つとこうなっちゃう。バラのね、あの葉っぱはね、ギザギザなんで。ちょっと早速これ使ってみましょう。これね、これ幼稚園もよく作ってたよね、これね、粘土。はい、バラ完成です。あ、でもなんか意外と、まあバラってわかるよね、わかる、これ。あ、そういえばなんかさ、ここら辺にさ、もうちょっとトゲトゲあったよね。トゲトゲこれくっつけないとね、こうやって、こうやって。はい、バラ完成でございます。こうやってね、いろんな色で遊べます。いいね、ほら、こんな本格的にバラ作ったの初めて、ユーポのバラでね。まあ他にもいろんな種類があるので、ぜひ皆さんもいろんな種類で作ってみてください。はい、続いてはこちらの、めっちゃパステルカラーなんですよ、ピンクと水色です。で、お値段1016円です。これ一つ1016円です。じゃあ開けましょう待って、これ綿飴作りたい。これ見てすぐ思った。あ、なんだこれ、なんでしょう、これ、なんでしょう、粘土ちゃん、粘土ちゃん。え、これ軽い。え、なんか、あ、もうこれ粘土なんだ、これ。これね、袋包まれてるの見えるでしょ、もう粘土だ、ほら。あ、あ、あ、何これ、柔らかい、これ。え、なんか気持ちいいぞ。これね、伸びはしないですね。こうやってなんかちょっと切れちゃう。ほら。あ、これいい！この粘土気に入ったぞ。ほら。なんか気持ちいい、これ。なんかね、程よい硬さで、ユーポン的にはちょっとこの粘土好きかも。ちょっとユーポン今からあれを作ります。
おしゃれな餃子が出来上がりました。めちゃくちゃだな、頭てっぺん。ね、わたあめ作ろうよ。はい、わたあめ。わたあめ、見て。はい、わたあめの完成です。見て、でもわたあめっぽくない？ね、わたあめっぽい。なんかね、とにかく色が綺麗です。パステルカラーだから。はい、では手作りね、透明スライムを作りました。で、そこにこのバングットさんの粘土を混ぜてみたいと思います。あ、結構混ざってきたよ。もうちょっと粘土入れてもいいかな、これ。ほら。ちょっともうちょっと粘土入れますね。こうやって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 。ほら。あ、結構なんか粘土感いい感じになってきたよ。かなり気持ちいいです、これ。これいいですね、この粘土。はい、ということで、今回はこんな感じで塗りたいと思います。いや、本当にね、こういうね、すごく可愛い粘土とか、すごく気持ちのいい粘土は、初めて触りましたね。で、あとスライムの中に入れるのも、すごく気持ちいいので、おすすめです。気になった粘土、欲しくなった粘土がありましたら、概要欄に載っているので、よかったら見てみてください。では、おつぽん！